しいですね。もういやもう全部懐かしいよ。めっちゃ覚えてる。よく感じてたわ。え、うん、覚えてる。みんなに愛をお届けします。こんな細かったんですよ。こっち最後。アイリスの山北咲希と若井ゆうきです。はい、ということでゆきちゃん、はい、今日久しぶりのロケでございます。はい、はい、ここはどこですか。ここどこだろう。てん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 、秋葉原。あれなんでですか。そうです、秋葉に来ちゃいました。やっぱ秋葉といえばね、うちらの思い出の地というかスタートの地でございますから。そうだね、はい、というわけでね、いろいろな思い出があるこの秋葉のね、はい、スポットを今日は巡っていこうということで。わあ、10年ぶりぐらいじゃない。もうそれこそ。そうですよ。ちゃんとタイトルがあります。お、題してお、アイリス10年前どれだけ覚えているクイズツアー。はい、ツアーになっております。クイズツアー、はい、とはクイズツアーということで、はい、あのその場所に関するアイリスクイズを出していきます。あ、なるほどね。まあね、と言ってもうちらメンバーですから、はいはい、やっぱね、メンバーなら分かって当然のね、問題ばかりなのでね。なるほど。全問正解目指して頑張りましょう。頑張ります。はい、それでは、はい、早速向かっていきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、懐かしいですね。もう全部が懐かしいよ。めっちゃ覚えてる、ね、この前でも一人ビラ配って、ビラ配った。ちゃんとね、分担されてたの、地区が。各地区でね。そう、ベルファーレ、ここベルファーレ、ベルサール、ベルサールベルサールベルサールとか駅前とか、駅前、駅前だった。私がね、あっちの裏やった。あー、はい、そんな方まで。そろそろ最初の、あ、まさか目的地が見えてきました。ここはもしかして。はい、うちらの聖地一つ目、秋葉ソフマップ1号店さんです。デビュー日のイベントここだったよね、うん、早速ですが、ここでクイズです。あ、来た、ダダン。はい、2012年11月3日にここでチラシ配りをしていたみゆたんですが、チラシを配りきれず罰ゲームを受けました。え、その罰ゲームとは何でしょう。ちょっと待って、これ1問目。はい、知らんよ、そんなの。わかりません。知らんよ、みゆたんやろ。うん、うちらじゃなくて。だってチラシ配り別々にしてたからさ、何があったか全く分かんない。知らへんし。てかそもそもさ、配りきれなくて罰ゲームなんてあったっけっていう話だよね。あったっけって感じだよね。はい、さきちゃんも書きました。じゃあ一斉に出しますか。一斉に出しますか。はい、せーの、じゃーん。さきちゃんは、はい、なんか野菜食べさせられた。あー、みゆたん当時肉しか食べれなかったから、ね、それっぽ。ゆきちゃんは、え、私単純にこれ配りきれるまで、あ、返されなかったんじゃないかなっていう。それはね、当時17歳の人にとっては酷ですよ。酷ですわな、はい、でもいや、すごいこれな気がする。ほんと？みゆたんって、うん、本当にあの牛丼に入ってるこんな玉ねぎも全部食べれないぐらい、うん、野菜食べれない子だったんや、うん、それかもしれない。いや、そうかな。じゃあ正解はどうでしょうか。 あるんでしょうか。山下さん、正解です。おー、すごい。やばい。え、すごい。やっぱリーダーなんで。当時のマネージャーとかさ、食べさせそうじゃん、うん、確かに。食べれよ、食べれよ、食べれよ。当時のね、マネージャーさんがねN マネージャーが、いや、そう、 N マネージャーがさ、いけるよ、いけるよ。そう、なんかね、きっとマネージャーとそれを機に、あ、不仲になったよ。嫌です、もうそういうこと言うのったら嫌ですとか言って、分かる。チラシ配りってどんな感じでやったんですか。でも、うち、じゃあ私、うん、通りすがりの人やろうか。なんで、私配るかいいよ。アイリスです、よろしくお願いします。ここであのリレーでやるんですよ、この後。はい、で、あのこのビラなんか私の手書きで、あの書いたやつなんですよ。あ、そうなんだ、はい、ありがとう。ぜひ。え、なんか特典とかあんの。あ、特典ですか、うん、特典はないですけど、あのデビュー日なんです、今日。あ、今日デビューなんですよ。へぇ、はい、すごいじゃん。よかったら、まあ、うん、言ってあげてもいいかな。あ、本当ですか、うん、なんて呼ばれてんの。私はさき様っていうあだ名で、はい、そうなんだ。21で、あの21上京してきたばっかりなんで。あ、そうなんだ、はい、どこ出身なの。北海道です、はい、感じで一生あの喋っちゃって渡しきれないんですよ、はい、ずっとみんなが囲まれちゃってね、秋葉あるある。そう、どんどん渡したいのに、はい、話してくれなくて、で、はい、うちらも次っていけなくてね、はい、そうなんです。鉄のメンタルじゃなかったから。そう優しいメンタル。そうなんだよね、はい、そう、大変でした。そう、喋ってる間にね、ちゃんとソフマップさん来てますから、早速中行ってみましょうかね。行ってみましょう。レッツゴー。はい、ということで、
ソフマップの中に潜入したんですけども、はい、ちょっとね、いろいろリニューアルされてましたけど、うん、この8階に来て思いました。変わってない、嬉しい。いや、このね、全然変わってない、降り立った瞬間の光景、ね、一緒だった、早速だけど回っていきます、うん、ね、じゃあちょっといきます。こちらの当時のルーティン、そうです、まず8階に入って、おはようございます、よろしくお願いします、アイリスでーすからの、この辺でメイクしてたの、うちら控室、この狭っ、こんな狭かった。ここ、ね、2,3 人ずつくらい入って、そう、これだ。でいつも今もやってもらってるメイクのことみさんとここで初めて出会った、はい、10年前の匂いがその当時のまま、分かる、確かにめっちゃ懐かしい匂いする、うん、そして、そして、そんでここがメインですね、はい、メインの、うちらが待機してる場所は変わってない、何も全く一緒、変わってないね。ここでね、3人3人くらいでね、当時の写真もあるけど、いっぱい、相当うちらここでライブやってたから、うん、基本地メイクだったのよ。そうだから、そうだよ、地メイクだったよ。マジ、そうだよ、みゆたんとかさ、髪の毛自分で巻けないって言ってたから、うちが巻いてたもん。そうだ、やったことないとか言ってね、うん、そうそうそう、懐かしい、めっちゃ懐かしい。で、こっちがね、ここがステージに繋がるんですけど、ここが鏡になってる、ここでね、ここでパープル、オレンジ、イエロー、グリーンになってたねってやって、ここから出ていくてね、うん、いや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 ってね、影なりもここでしとったな。そうです、影なりをします。じゃあね、こちらと同じ目線でね、うん、行きましょうか。アイリス、テテ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 テそうだよね、うん、でもやっぱステージはさ、うん、広いね、ここすごい、そこそこいい劇場じゃない。あお疲れ様です、お久しぶり。やばい、当時のスタッフさん、後藤さん、あ、お疲れ様、ありがとうございます、お世話になってました。すごい、ちょっと見ていいですか。でちょっとやばい、え、ま、これ、ってました、うちの字だと、これ私です、あ、さき様の字か、まだ偽って可愛い、だってくださいね、ね、ちょっと色も塗ってるよ、さき様も全然違う、違う、変わった、ひよこも顔ダサ、あれ偽物、ダサ、偽物ですかこれ。こちらって感じで、で、ずっちゃんもいますしね、懐かしのね、あー、みゆたんもね、これある、これもう宝物だね。ワカチーがエベックスの顔してる、エベックスの顔してる、眉毛が細いよ、眉毛がエベックスです、でこれで前髪切りすぎてね、怒られちゃったんだよね、はい、6人それぞれのカラー、気持ちを込めてみんなに愛をお届けします。はい、ありがとうございます。そして、そして、え、なにこれ、待って、やばい、この格好でビラ配りしてました、見えますかね、 T シャツにカラーの短パンです、やばいんだけど、はい。でもさ、可愛いよね、可愛い、今これ着てって言われたらさ、確実にもう着れる自信ないね、ありがとうございます。懐かしのやっぱソフマップといえばさ、星店長、星さん、どこ覚えてますか。いや、今日は登場しないです、登場しないですけど、あのやっぱ有名、もう名物店長だったんですよ、星さんという店長がいらっしゃいまして、まあ、星さんといえば、うん、手相見るのめちゃくちゃ得意だったんですよ。そう、なんかスピリチュアルな方だったよね、うん、星さん、うんうんうん、なんかほんとみんなのお父さんみたいな感じで、うん、顔もすぐ出てくるもん、ね、うん、これかい、クマさんみたいな、うん、懐いてたね、うちらほんと、ね、星さんが言うことは、うん、絶対言うこと聞こうみたいなとこあったかも。かわいい、なんかマネージャーさんよりもなんか説得力あったの、やっぱりなんかいろんなアイドル見てて、うん、そう、だから自分はさ、そんなにアイドル詳しくなかったけど、うん、星さんが言ってくれることは全部正論だと思ってたから、なんかこうしろみたいな、うん、まあ、あんま何言われたか覚えてないけど、うん、でも一個覚えてるのは、うん、お前は遅咲きだって言われた。そうかもね、手相見られて、うんうん、なんかお前は遅咲きだねみたいなこと言われて、うん、あ、そうなんだって思ってたけど、おもろ、ちょっと今日はいらっしゃらないんですけど、うん、そんな星さんが考えたクイズがあります。星さん考案クイズ、ダダン、アイリスとして最初にソフマップへ扉を開けて入ってきたのは誰、え、だって一番最初ってこと、当時やったらさ、うん、なんか結構ユウとかがさ、いや、私もおはようございますみたいな、セナユウですって言いそうだよね、うん、そうだと思う、うちも多分ユウだと思う、うんうん、はい、せーの、じゃーん、私ユウとリザはこれだと思う、正直。なさき様、さき様です、正解はいますか、え、ちょっと待って、ちょっと待って、まだあと、え、久保田ではない、あと4人いるから、久保田ではないと思う、私、
あの地方から来てるメンバーが早く着いたっていうことにかけて、はい、せーの、ぶいますか正解。赤井さん正解です。お、わい、へー、なに、お利口じゃん。初めてでもさ、星さんがそれ覚えてんの、なんか愛だね。いや、本当だよね、すごい愛じゃん。じゃあ続いてまだまだありますよ、うん。そんなね、デビュー日ここで迎えた私たちでございますけども、最初のこちらソフマップでのお客さんの数は何人くらいいたでしょうか。お披露目イベントってこと。はい、それめっちゃ記憶あるよ、うん、私もね、答えられる自信がある、めちゃくちゃ記憶あるよ。2人で当ててこや、うん、はい、はい、せーの、じゃん、はい、はい、正解ですか、はい、80人どうですか。ええね、絶対80人、80人だよ、80人だよ、80人だって絶対に、絶対80人、絶対うちらの方が正しい、うちらのが正しい、うん、正解これに関してはマジで、ホッさんの記憶で20人程度、いや80人だ、いや80人だ、ホッさん、ホッさん違うよ、ホッさんそれはその後のイベントだから、その後だよ、デビュー、お披露目、はい、お披露目はちゃんとレポ見たもん、うん、当時のチーフとかがなんか、うん、意外と来てるからみたいなこと言われて、80人来たんだよ、ってうちらさ、ね、楽屋で喜んでさ、あのね、ビラ配りの効果があったなって言って、とか言って言ってたから絶対80人、星さん、そうですよ、そんな星さんから当時のアイリスの印象をね、一人ずついただいております。やだ、気になる、怖。でもまず全体の印象がある、はい、5人ともバラバラで個性があって、あ、これいいメンバーだなと思いました。あ、本当だ。とにかく一つの目標ができると全力疾走、確かに全員可愛くて優しい子ばかりですが、全体的にだだっこな印象もだって、いや、というかそれはさ、うん、星さんに対してだけかもね。確かにすごいなんか懐いてたからさ、うんうんうん、ねえ、もう星さんみたいな、ね、本当に子犬生まれた6人衆みたいな感じだったよね、うん、子犬6人衆だったね、うんうん、本当にだったから、当時の担当者の方は大変だったんじゃないでしょうか、わら、だって、いや、なるほどね、うん、いやでも星さんだけですか、本当、多分、うん、星さんだけ、でもさ、うん、個性があって、うん、ね、っていうのも当時からそうだったんだね。うちらはそんなにバラバラとか思ってなかったけど、うんうんうん、ね、そういう印象だったんだね。じゃあ続いてメンバーそれぞれの印象があります。山北さん、都会に出てきたばかりという純真無垢なイメージ、親しみやすさがあった。純真無垢だって本当ね、だって草、いや覚えてるもんだって、いや私ドンキで買ったピンク色の500円くらいの、あの学習合宿の時にさ、みんなでお揃いで買ったキャップあるじゃん、 あれとか普通に東京に来て、うん、あの一人暮らしであれかぶってランニングとかしてたからね、そこやばー、かわいいでしょ。でそれにさ、ちょっとさ薄紫のさ、あ、そうそう、キティちゃん の, あのユニクロコラボの懐かしい安い T シャツに、なんかちょっと下ヒラヒラしてるショーパン、そう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 、めっちゃ覚えてる、かわいいでしょ、めっちゃ覚えてる。普通東京に住んでる21、2歳くらいだったらもうちょっと垢抜けてるよな。確かにな、うん、そうです、そうだね。でセリコ、頑張り屋で負けず嫌いな子でしたね。ザ声優のイメージが一番強かった。でも言うザ声優だったよね、なんか、うん、でも昔からやっぱ声優になりたいって言ってきてるから、声優感あったよね、うん、分かる、合ってる感じですね、合ってる、そのままって感じ、うん、でひみちゃん、おとなしい印象だったが実は一番明るく将来性がすごい高いと感じた。へえ。でも確かにひみちゃんってさ、顔綺麗系の原石あったからさ、うん、ね、大人になればなるほど垢抜けそうだなみたいな印象は、本当、うん、この子磨けば光る中はうちも感じてたよ、うん、で、あの実は一番明るくって書かれてるんですけど、この辺意外、いや意外だよね、意外だよね、多分一番明るいかって言われたら違うもんね、今は、うん、違うって言ったらあれだけど、うん、でも表面上というかやっぱ、まあまあ、あのクラスで社会に出ると明るい、あ、社会に出ると明るい、うん、確かにね。じゃあ続いてゆきちゃんね。小さくて見た目より年が下に見えていたが根はしっかり者。まあ真面目はさ、ね、当時からあったのかもね。しっかりはしてなかったと思う。してなかった、ね、だけど確かに真面目。真面目、そう、うん、でちゃんと純粋だから全部吸収するそうそう、うん、言われたことそれがねしっかりに見えてたのかもね、うんうん、まあ、でも眉毛つってたから当時ABEX だったからね、うん、こうだったからやっぱねしっかり見せたのかもね。そうかもし、はい、そうなの、はい、ラスト見えた、はい、甘えん坊ですね。でもいろいろな色を持っていると感じました。オールラウンダー何でもできそうなイメージ、これみんな意外じゃない。意外だね。確かにでもめっちゃ星さん一番懐いてなかった。
確かにやっぱみゆたんって懐く人と懐かない人と差が激しくて、うん、星さんのことは本当に大好きだった気がする。そしてまだあるよ。まだある。アイリスが10年続くと思っていたでしょうかという質問。お正直続くとは思いませんでした。見えないか。5人の個性が強いのでそれぞれ、ぶつかってしまうのではないかと。確かに。ただスタッフが陰でそこをまとめ上げ、本人たちも純粋なのでそれに応えて頑張ってきて、みんなで一丸となって頑張ってきたからこそ今に至っているのだなと思いました。本当に10年間よくやり頑張ってきたのだなと思います。この後の未来もこのまま今を忘れずに前を向かっていけるメンバーだなと確信しています。諦めるな。あー、カツ入れてくれてる。星さん、これが星さんですよ。いや続くと思ってた人むしろいんのかなぐらい。3年くらいで終わる。1年くらいでね、思ってたかもね。星さんも思ってたかもね。思ったかもしれないけど、いやなんか誇らしいね、そう思うとね、うん、まあ嬉しいですね。うん、でも本当当時にお世話になりました。はい、というわけでもう思い出のソフマップでした。はい、イエーイ。次のスポット行きましょう。よいしょ、帰っちゃったスポット。さあ続いてのアイリス思い出スポットはですね、はい、秋葉原のライブハウスツイボックスさんです。懐かしい。ここなんと10年前からいらっしゃる後藤さんというスタッフさんが一緒に案内してくださるらしいので。マジですか。一緒に楽しもうもファーム。ここで皆さんね、はい、よし、アイスのテイキライブでーす、ツインボックスでーすって言って、それなんか、うん、スーパー銭湯みたいだね。確かに。ここでチェキ会とかやってた。そうだっけ。ここでやってた記憶あるけどな。ツインボックスすごいよ。2012年からだから、うちらと同じ同い年。あ、そうだよね、10年だもんね。そう。いや、すごいよ。めっちゃ覚えてる、当時の、ね、あのファンの人の顔全部出てきた。あの最前あたりにいる顔ね、全部出てきた、うん、ね。はい、じゃあ嬉しい。会場入っていきます。うわー懐かしい。こんにちは。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日は後藤さん勤続10年そうですね、はい、別のライブハウスも含めてになるんですけれども、はい、10年前に、はい、多分当時の思い出もあると思うのでご案内できればと思います。あ、ありがとうございます。はい、こんな細かったんですよ。実はこっち会場でしょ、こっち会場で、楽屋がもうすぐここだから。そうなんですよ、ね、本当にね、全部聞こえてるから。全部聞こえてましたよ。わー、こういうとこでね。そうですね、覚えてる。これも変わってない。そうですね、そこも変わらず。うわー、ここが楽屋ですよね。ここですね、はい、ここでメイクしてた、うちで。え、もう場所も場所も覚えてる。ここでメイクしてた。全然、その辺だったかな。じゃあ、ここで続いてのクイズ、クイズ行きましょうかね。なんと、はい、後藤さんが今回出題してくださるということで、はい、では第4問。ほい、はい、ツインボックスでの定期ライブ最終日にサプライズ発表がありました。それは何だったでしょうか。え、なんかさ、長濱さんがさ、手紙みたいの持ってきてさ、うん、読んで、うわーみたいになったやつじゃない。全く覚えてないけど。え、多分これだと思うんだけど。これでいこう。え、うちなんか、え、違う、泣いた記憶ある。ない、なんか感動した記憶がめっちゃある。はい、一応書いた。うん、じゃあいくよ、はい、せーの。あ、はい、え、違うか。私はね、ファーストワンマン決定。あ、そうだ、アストロホールの。あ、それこそだと思う。兄様。そう、でもなんか兄様は違う。兄様はね、うん、覚えてる。ソフマップで聞いた。マジ？はい、私めっちゃ覚えてます。じゃあもう違ったよ、もう答えたわ、はい、正解。正解どうですか？若井さん、正解。イエーイ、ありがとうございます。ごめんなさい、ファーストワンマンって書きました。え、ファーストワンマンっていうか、その1周年ライブ。あ、1周年。アストロホールのデビュー1周年の。大丈夫です。そう、うん、はい、続きまして第5問。サプライズで発表されたアイリスデビュー1周年ライブのライブ会場はどこでしょうか。あ、ちょっと待って、めっちゃちょっと待って。もう、いや、さきちゃんやってるじゃん。さきちゃんだけ、さきちゃん、これ台本にさ、うん、見てたからさ、うん、あれしようと思ったんだけどさ、答えは知らなかったよ、うん、答えは知らないけど、これバカチに行ってないのか、事前に。その台本、いや、うん、見たよ。あ、見た。うん。え、やっぱね、いいですね、うん、はい、わ、はい、かりました。あ、すいません。
あ、パッて見たけどごめんなさい、いや、もう今忘れてた、全て正解を言ったよね、言っちゃったねアストロホールですねごめん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 、それは忘れてた、はい、やだ、うん、はい、アストロホール、まあまあまあ繋がってたんでね、繋がってた、いっぱい情報喋ってくれてありがとうございます、ごめんね、どうでした今日、いやすごい懐かしい気持ちになって、うん、なんか当時やっぱ応援してくれてた人今何やってんだろうなとか、もちろん今もアイリスのライブ来てくださってる方もいるけど、うん、なんか何やってんだろうな、久々に会いたいなって思ったりとか、うん、すごい恋しくなりました、みんなのことが会いたいですよ ね、 ね、そんなアイリスちゃんです、はい、何でしょう、なんと11月7日に10周年ライブアイリス10th Anniversary Live アライブがね、東京国際フォーラム A にて開催します、すべてはここに繋がっていた、そうじゃん、そうだよ、いや来てほしいよ、あの当時の80人のみんな、ね、本当に20人の時もあったし3人くらいの時もあったけど、はい、全員来てほしい、はい、デビューから今までアイリスを応援して来てくれたすべてのファンにありがとうという気持ちをね届けるライブにしたいって思ってますので、あのぜひね11月7日国際フォーラムホール A でよかったら来てほしいなと思います、はい、あと本当当時うちらがビラ配ってたみたいにさ、うん、なんかこう布教してもらって、うん、なんならうちらさまたビラ配りする、配るよ、やるよ、 T シャツ短パンで、うん、やるよ、なんかさそれ面白いじゃん、 YouTube でさだから当時の再現してみたって言ってさ、うんうんうん、11月7日のチケット配ってさ、面白いじゃん、やろうよ、 T シャツ短パンで、それは分からん、それは分かんないけど、ね、うん、まあでもやるよ、全然やるやろやろ、でもそんなね初志貫徹の気持ちで私たちも頑張りますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください、遊びに来てください、以上アイリスでした、バイチュッチュー、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。